どうも、小林です。3の5を下ルートで攻略する際はいつも増設にバルジが装備できる駆逐を編成します。しかし実際バルジ1つ装備の走行とバルジなしでどのぐらい差が出るか調べたことなかったので、今回はバルジありなしで出撃した結果を紹介します。まず編成ですが、編成は機関には日進固定で随伴の駆逐の増設にバルジかそれ以外を装備。こっちがバルジ組の編成と装備。特にこだわりはないですが、バルジが装備できる艦を編成。そしてこっちがバルジなし編成の装備。増設に装備なしはハンデになるので見張りを装備させます。あとできるだけ火力の高い駆逐をメインに編成しました。しっかりした検証結果を出すにはもっと出撃数必要になると思いますが、ちょっと今回は 2艦隊を交互に出撃して十数周の撤退数やバケツの消費数を数えていきます。結果としてはこうなりました。2ヶ月分のゲージ破壊プラスアルファの出撃数ですが、ちょっと当時ちゃんと数えてなかったんで曖昧だったんですが、これ見る限り2ヶ月目の見張りのところでゲージ破壊の4回分終わるまで回せばよかったかもしれないですね。あと日進の中大破の分は、含まれていません。でゲージ破壊時から破壊後のボスが強編成になってしまうので、ゲージ破壊後からのバケツの使用量がちょっと増えてますね。まあ、結果としては若干バルジ装備させた艦隊の方が撤退率低くなりました。バケツの使用量も、まあ、若干少なめですかね。バルジあった方が小波や中波止まりで止まってくれてる印象が高かったかなと思います。まあ、これを記録して回数重ねていくともう少し大破率の差が広がるんじゃないかと思います。今回は増設にバルジ装備でしたが、索敵が足りていれば電弾枠にバルジを装備させるのも有効ですし、増設と合わせてバルジ2つ装備でさらに走行を上げる方法もあります。まあ、ただ最近は手法と電弾のシナジーで火力も上がるので、そこは好みもあると思いますが、3の5下ルート攻略で駆逐の大半が多いと感じる方はバルジ装備できる艦を採用してみるのもいかがでしょうか。ただ大抵のバルジ装備艦が設計で必要なのが、まあ、難点なんですが、ということで今回は3の5でのバルジ艦の有用性についての紹介でした。動画は以上になります。もしこの動画が少しでも参考になりましたら励みになりますので、高評価チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。それでは最後までご視聴ありがとうございました。